皆さん、こんにちは。今日は数日ぶりに、ハイダ君と共にライブを配信しようと思っています。そうですね。俺はちょっと新しいアパートに引っ越しして、忙しくて、ライブに参加できなかったよ。大変でしたよ。そう、大変だった。すごく面倒くさいですよ。新しいアパートはどうなった？ちょっと前のアパートより狭いけど、もう自分のアパートだから、まあ狭いオとー言っナーになったてよ。も、それはそうですけど、狭いと言っても日本人の家よりはちょっと大きいそうでかしもょ。しれない。はい。何飲んでるんですか、日本。アイスカフェ、コーヒーを飲んでる。アイスカフェです。アイすスごいコでしーヒー。ょそう。う。アイスコーヒー。今日の話題は何だっけ？話題が2つあります。面白い話題をちょっと最後に置いて、とりあえず日本のアイドルについて喋りたいと思います。今日本のアイドルどう思いますか？ すごく可愛くセクシーだと思う。こんにちは、キこんリにコちは。さん。すごく可愛いですか？かわいいよ、かわいい。誰が好き？どんなバンドかとか。例えば具体的に名前を言うと、高橋愛とか、そして白石麻衣とか、知らんとばかりです。歌手ですか？歌手。AKB48 とか。そう、そして白石麻衣は、乃木坂48どう思いますか、彼女たちのことは。すごく可愛い。顔どうですか？美人だよ。顔が好美き。人で、そしてすごくセクシーや。そうですね、私は。俺の理想の日本人のタイプは、白石麻衣とか高橋愛。すごいですね。なんか元彼女もすごく可愛かったよ。そう、可愛かった、可愛い。すごそいんなによ。セクシーじゃなかったけど、それは。だけど、可愛かったです。まあ可愛いが一番ということなんですね。なんか彼女と結婚できなくて悔しいけど。残念です。残念でした。はい、だけど俺が諦めない。もっと良い彼女を探そうですね。私が思うのは、今より昔の日本のアイドルの方が素直でもっと可愛いと思います。例えばモーニング娘。田中玲奈という人。なるほど。はい、超昔のアイドルなんですけど、可愛いと思います。今何歳？何歳だろう。わ からん。わからない。何歳ですか？コメントで教えておく願だいしさまい。す。そして、数か月、4年だったと思う。日本でも人気のアイドルですね。そうそうです。ですね。去年だったと思う。表参道でグラビアアイドルに、キスされて、ハグされてる誰？夢見た。ああ。だけど、ラブラブほどになったら、悔しく目覚めた。それは悔しいですね。悔しい、悔しい。はい、そんな夢も私もいっぱい見たいんですけど、なんか、ニーマ君の方がもっとラッキーみたいですね。まあ、おとといは見た夢は、テヘランから東京が見えてる夢だった。なんか、ダマバンド山より富士山の東京が見えてた。なんでだろう、すごい。そう、なんかどういう意味が含東ん京でタるワーんとだろか。う。東京タワーとか、東京湾とか、すごいですおね。台場とか、豊洲とか、どこから見てたんでし永ょう。代なんか家の窓から見たんだ。橋。家の窓ではなく、通りで歩いて、ああ、
突然ドイツ語が見えた。すごいですね。そうだね。はい。アイドルが歌う、なんか曲、有名な曲とかありますか？もちろん浜崎あゆみ。浜崎あゆみ。私も知ってます。はい、私たち2人が、なんか、知ってるアイドルです。浜崎あゆみ。そうですね。私が最近ハマった、ごめんね、俺は日本にいたとき、まあ、いつでもカラオケに行ったら浜崎あゆみの歌を歌ってた、すごいね、まあ、そして一度すごく酔っ払って飲み物が頭に傾けて、それはすごい、頭に傾けて、そして T シャツを脱いで、T シャツを振り回して、そう、派手だった、みんなを笑わせた、そう、すごい懐かしい。まあ、ニーマー君をパーティーに誘うのが面白いということなんですね。そうだね、そうそう、超盛り上がります。はい、私がさ、イランに帰国したせいであまり楽しくないけど、うん、さあ、日本にいるとすごく楽しくない。そうですね、なんか性格が変わったし、まあ、日本に行ったからね。イランでほぼ冷たい人だけど、うん、日本にいるともっと暖かく、社交的になる。そうですね、はい、また歌のやつに戻ります、うん、はい、私が最近ハマっているバンドがサイレントサイレンというバンドなんです、うん、はい、あ、聞けたか、うるさい。あとアニメの歌の、アニメの歌とか、ヒロユキサワノというとすごいと思います。あ、ニーマ君は多分わかりません。俺はあまり詳しくないよ。そうですか。きっと僕よりアイドルのこと詳しいね。僕はアニメとかスポーツばかり見ているから、あと音楽と、うん、そうなんだ。ユウスケさん、秋彦小町で。あ、そうですか、秋彦さん。あ、はい、次の面白い話題に行きます。はい、はい、女性に面白いかも。でもとりあえずなんかイラン人とデートすることってどんな感じ？まあ一緒にカフェ、特にカフェに行く。カフェ？カフェ。カフェ。すごく一緒にカフェに行って、うん、飲み物を飲んで話して。まあそれは普通いたずらをしてなんですけど、なんか質問があります。はい。レストランやカフェに行くとかカラオケに行ったら誰が代を払いますか？イラン人はほとんど男性が代を支払う。男性が払います。いつも男性が払います。片方代。はい、そうです。でもニマ君はちょっと日本人になったかもしれないけど、ニマ君はどう？例えば俺の前の彼女は、うん、何回も何回もデート代を支払ってくれてた。すごい、すごく優しかったよ。そうですね。だけど俺も、うん、何回も代を支払った。そしてバランスがあれいいんじゃないの？一度俺ちょっと待って、ちょっと切った。はい、もう一度言ってください。あのバランスがあればいいんじゃないの、うん、一度俺が支払って一度彼女が。そうですね、まあそれは日本人のだけど、はい、こんにちは秀幸さん。だけど毎回男性がデート代を支払うのって意味がないと。まあそれが日本人の言うリスペイというものなんですけど、イラン人は絶対男性が払います。私とかまだイラン人なんですから、いつも私が払います。そうだね。それもちろん俺は、はい、あのイランに彼女がいない。そう、俺は独身だよ。そして
まあ、リーマ君は日本イランの女とは合わないと。そう、合わない。考え方とか。考え、特に考え方。そうですね。なんか、イランに帰国したてで、うん、けど、我慢してる。そうですね、頑張ってください。頑張る、頑張る。私は自分のことは。イランにいる限り、イランにいる限り、はい、彼女を作らない。そうですね。はい。はい、とりあえず、どんな感じと聞いたの？あ、うるさい。ちょっと携帯を持ってください、今。私は。はい、ごめん。ちょっとね。はい、戻して。ごめんね。何コメント？まだ。どんな感じを聞いたんですけど、何？あ、はい、どんな感じ？あ、こんにちは。はい、ちょっとどんな感じってなんか彼女がどんな風に感じる、どんな話をする。甘える時とか、どんな甘い言葉を使うイラン人。俺はイラン人に関して経験がない。経験がないんですか？新村さんは心の半分はもう日本人かもしれないね。新村さんは誰？誰でしょう？イラン人に関して経験がないけど。そうですね。日本人ならば、いや、ニーマ君自身は日本人です。はい、ニーマ君が彼女といた時、どのように喋ったんですか？例えば甘い言葉を使ったんですか？もちろん、例えば俺のすべて、うん、なんか詩のような言葉。そうだね。まあ、それがイラン人。俺のすべてとか、はい、俺のサンシャイン、俺のなんか幸せになった理由とか。すごいね。なんか一日で、一日いくらくらい好きと言いますか？数えなかったけど多分10回くらい。すごいでしょう、ニーマ君。イラン人ですよ。はい、俺は。はい、イラン人はそんな感じです。俺はあまり、正直あまりあったかい人か社交的な人じゃないけど、好きな人に対して、ロマンチックだよ。そうですね。そうだね。うち間違えた。あなたはもう、心の半分は日本人かもしれないね。そうだね、アキリコさんは正解だね。そうです。割だけど日本から離れてすごく悔しいよ。イラン人は彼女とすごくなんか熱いです。うん、世界一かもしれないよ。そうだね。リーマン君とか日本、半分日本人なのにそういう言葉を使う。私はその上ちょっと、そうですね、なんか私1時間何回だろうか、何回言うのか分からん。1時間以内、うん、そういうパターンですね。はい、例えば、いや、そういうことです。しよう。あ、イラン人は香水、ああイラン人と香水の関係を説明してください。イラン人は出かけるときとかパーティーに行くときに、あのすごく香水を好きすぎて、なんかうざい、なんかうざいですか、なんというか、まあ息が行きづらい、行きづらくなる。まあ女の人のことなら、なんか女性の香水はちょっとうざい。イランの女性の香水はすごく花を
か終わらせます。また日本の関西地方に来ると新しい日本が見れるかもしれない。そうですね、私もぜひ行きたいです。はい、俺もぜひ行きたいよ、はい、俺は関西好きやで、関東を見たことあるよ、はい、関西はまだ でも男性の香水はうざくないでしょ、うん、俺はあの香水あまりそうですか、全然使わない。うん、私はちゃんとシャワーを浴びると自分を洗って、うん、香水をつけなくてよくなる、ね、私はなんか地下鉄とか混んでいるところなら混んでいるところに行くなら香水を使わないんですけど、普段は使います。へえ、はい、台湾とかに行った時みんなに注目されてました。あ、まあ良い感じだったんですけどね。だけど日本ではちょっと印象が悪いでしょ。教えてください、日本では印象が悪いですか。あの特に電車に乗るとき、まあ電車はそう、周りの人に迷惑をかける。僕は京都に住んでるから。なるほどね、はい。日本に香水がダメなら教えてください、コメントで。そうだね、お願いします。はい、使わないからね。あとはなんかペルシャ語の発音、今ニマ君が喋っている日本語ちょっとペルシャ語を混じっています。例えば、うん、こんにちは、ペルシャ語の発音で言ってください。こんにちは、こんにちは、こんにちは、 V になります。なんかイランニアン感じ。あ、こんにちは、こんにちは。イランニアンの感じがする、イラン人の感じがするが、まあそれがちょっとかわいいかも。特に英語を喋る時のイラン人がちょっとかわいいかもしれませんよ、うん、はい、次は長いお関係、彼女と長い間、例えば結婚したらどのようになります。ニーマ君は、ニーマ君とかまあ日本の生活とかにはなれるんですけど、毎日の生活のことを教えてください。毎日の生活はまあまあ彼女とね、彼女と、例えば仕事に出るときはどうする、ハグとかキスとかしないんですか。毎日俺は正直、はい、ハグしたりして、うん、キスしたことある、毎日したことある。どういうことを喋っているんですけど。ああ未来、俺は、はい、結婚した時、そうだね、もちろんあのぜひハグしてキスするよ、すごく彼女のことを大切にしたいから。まあ毎日。僕は香水の匂いが苦手です。頭が痛くなったりくしゃみが出たりします。そうですか、ね、じゃあなんか気をつけます。日本では。そうだね、はい、香水使わない、コメント教えてくれてありがとうございます。もちろんうん、ぜひハグしてくるよ、俺はこのような人だよ。まあ暑い、イラン人はほとんど暑いだから、なんかこういうのは普通、特になんか可愛い彼女か奥さんがいて、なんかそういう熱々なことしたいんでしょう。そうだね、はい、私はもう普通のように毎日やっても変ではないと思います。うん、なんか今日は日本人の皆さんにイラン人のそういう愛らしいと言えるかな、そういうなんか何言ってんの、そういう点、そういうところを、イラン人のそういうところを見せたかった、教えたかったというんですけど、どうだったに、
うまかったかな、よく説明できたのかな。はい、できたと思う。はい、できたと思う。できたら嬉しいなと思いますね、今君。じゃあ、あと喋りたいことはありますか。これからもハイダー君と共に引き続きいろんな話題についてライブを配信するので、これからも楽しみにしてください。はい、バックランドの歌困らないようにならないといいんですけど、そうだね、Facebook にブロックされますか、かもしれない。ああ、そうなんだ。はい、何？日本人は人によるけど、前ではあまり気が入りはしない。そうですね。あ、ちょっと食った。あ、今覚えてる。あまりだ、ごめんね。抱き合ったりはしない。そうそう。まあ、日本人が最近外国人といっぱい結婚している理由の一つでもありますね。そうだね。まあ。だけど俺は東京にいた時、はい、あの、ハグするとか気づくことをよく見たことある。そして周りの人たちは全然気にしなかった。まあ若いカップルは普通そうなんですけど、なんか慣れる時は寒くなります。私たちイラン人と違って日本人は早く冷めます。そうだね、と私が知る限りね、うん、早く冷めます。でもイラン人は熱々です。今は熱々です。いっぱい夢、いい夢を見て。いや、もう一度、もっともっと見てくださいね。はい、はい。とりあえず、私の持っている話題、持っているし、そのリクエスト全部終わりました。はい。皆さん、最後まで俺とハイダ君のライブを見てくれて、どうもありがとうございます。ありがとうございます。また明日。またね。